鉄などの金属を引き寄せたり、お互いに反発したりする不思議な力、磁力。かつてこの力を頼りに遠い海へと冒険に出かけた人たちによって世界の姿が大きく変わりました。その後、科学の進歩とともに電気と磁力の関係が解明され、その力は社会を支える存在として活用されてきました。そして今、磁力をより精密に制御し活用する技術の研究が進んでいます。100分の1秒とか100分の2秒とか微細な制御をすることが可能になると。磁力によって振動を思いのままに操る技術も生まれています。それにより、なんと五感の一つである触覚を再現することも可能になりました。触り心地の再現といったものが可能となりますので、より世の中が面白いものになっていくんじゃないかなと。またこの技術を開発した会社では、経営統合により磁力を活用する研究がさらに加速していました。それぞれ違った武器を持っていたんですけども、それが合わさることによってまたより強いものになっている。社会を支えてきた磁力の歴史と現在も進む活用の最新研究に迫ります。くると回る地球儀、よく見ると空中に浮かんでいます。この仕掛けの正体は地球儀の中にある磁石です。磁石の周りには目に見えない力、磁力が発生しています。磁石から磁力が出ている側が N 極、入っていく側が S 極です。この磁力の働きによって異なる極同士は引き合い、同じ極同士は退け合います。このような磁力を利用することで地球儀は空中に浮かんでいたのです。人類が初めて磁力を発見したのは、諸説ありますが紀元前のギリシャだと言われています。人々は金属でできた杖や靴の部品にいつの間にかくっついていた不思議な石に気がつきました。それこそが磁鉄鉱と呼ばれる天然の磁石だったのです。当時、磁鉄鉱が多く取れた地域がマグネシア地方だったことから、磁石のことをマグネットと呼ぶようになったと言われています。磁石を使った発明で世界が大きく変わったものがあります。それは方位磁石です。磁石の南北を指し示す特性によって、何も目印のない海の上でも方位を正確に知ることができるようになりました。この方位磁石は古代の中国で羅針盤として発明され、12世紀頃に西欧へと伝わることで大航海時代の幕を開けたのです。やがて18世紀中頃から盛んに行われた電気に関する研究とともに、磁石の持つ力の解明が大きく進みます。きっかけとなったのは電気を生み出す装置、電池の発明でした。長い時間電気を研究できるようになったことで、物理学者エルステッドは電気と磁力に密接な関係があることを発見しました。
その関係を利用したのが電磁石です。その仕組みは、導線を螺旋状に巻いたコイルに電流が流れると、コイルの周りに磁力が発生するというものです。電流の向きを逆にすると、発生する磁力の向きも逆になります。また大きな電流を流せば磁力も強くなります。このような電気と磁力の関係は、物を動かす動力としてモーターに利用されました。そして現在でも、体の中を撮影する装置や時速 500km という高速で走行するリニアモーターカー、極小の原子や素粒子を観測する巨大な実験装置など、最先端の技術を生み出しています。現在、磁力の研究はさらなる進化を続けています。そんな研究拠点の一つを訪ねてみました。こちらはベアリングなどの精密部品や電子部品の製造を得意とするミネベア三菱のある研究開発部門です。ここでは磁力を使って振動を発生させる新しい装置の研究開発が行われているといいます。それがこちら、レゾナントデバイスと名付けられた電磁石の仕組みを利用して振動を発生させる、これまでにない発想の装置です。何に使われるかというと、例えばゲーム機やスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスに組み込まれ、さまざまな振動表現を生み出すことを想定しているといいます。レゾナントデバイスが振動を発生させる仕組みです。装置の中には、重りと一体化したコイルと2つの磁石があります。コイルに電流を流すと磁力が発生、電流の流れを繰り返し切り替えると磁力の向きが変わり、磁石の磁力と影響し合ってコイルは上下に動きます。このコイルの動きを重りによって増幅することで振動を発生させるという仕組みです。このような新しい仕組みで磁力を利用すると、さまざまな利点が生み出せたといいます。現在一般的に振動デバイスとして用いられている振動モーターは、モーターの先端に振動がついていて、それをモーターの力によって回転させて振動を発生させるものとなっています。そのため振動の回転し始めるまでに少し時間がかかってしまうというものがあります。一方でレゾナントデバイスはコイルと磁石の磁気的な力を用いて、重りを共振現象で動かすことになっています。それによって、よりエネルギー効率が良く、かつ反応が早い、動き出しが早いといった特徴があります。こちらに従来型の時計型ウェアラブルデバイスに、このレゾナントデバイスを使ったデモンストレーションを見せてもらいました。デバイスによる振動の違いというのを体験してもらおうと思います。じゃあ、従来品の振動デバイスの振動から体験してもらいます。あ、普通ですね、よく自分の携帯でも感じるよ。続いてレゾナントデバイスの振動、あ、結構なんか広範囲に動く、振動するような感じで、あ、気づきやすいかも。こちら側の先端にセンサーが、今度は2つのペットボトルを使ったデモンストレーションです。水の入ったペットボトルにはセンサーが、空のペットボトルにはレゾナントデバイスがついています。空ですよね。じゃあ動かしていきます。水の入ったペットボトルを動かすと、え、空ですよね。空ですよね。めちゃくちゃ水が降ってる感じがする。まるで空のペットボトルの中で水が動いているかのように振動が再現されます。さらにレゾナントデバイスの振動とともに音を聞くことで、よりリアルな感覚が生まれるといいます。
将来的には VR だったりとか視覚表現など他の五感の補うようなものと組み合わせることによってより大きな影響力を持って世の中を発展させていけるものだと思っております。レゾナントデバイスを使い触り心地を再現する取り組みも進んでいます。タッチパネルの画面に表示されたボタンに触るとまるで本物のような触り心地が得られるというものです。この技術を応用すると例えば運転中など画面を見ることができない状態でも手触りだけで操作をすることが可能になるといいます。現在の振動デバイスはあくまで通知方法の一つといった役割になっていると思います。レゾナントデバイスの場合はただの振動だけでなくてそこにいろんなものの触覚の再現、触り心地の再現といったものが可能となりますのでより世の中が面白いものになっていくんじゃないかなと考えております。磁力で振動を制御する技術は実はすでに私たちの身近なところで使われていました。それは年々撮影性能が向上しているスマートフォンの小型カメラです。この会社の別の研究開発部門ではスマートフォンに搭載されている小型カメラのレンズを磁力で動かす装置の研究開発を行っています。この装置には2つの機構が組み込まれているといいます。一つはレンズを前後に動かすオートフォーカス機構です。これによりレンズの前に物を置くと即座にピントが合います。もう一つはレンズを上下左右に動かすことで手ブレを補正する OIS 機構です。これによりカメラの揺れが打ち消され手ブレを抑えた綺麗な画像が得られます。これらの機構にはシャッターチャンスを逃さないようにレンズを瞬時に動かすことが求められます。それを可能にしたのが磁力の活用でした。その仕組みです。レンズの下にはコイル、その周りに磁石があり、コイルに電流が流れるとレンズとともに動きます。この動きがピントを合わせるオートフォーカスです。そして磁石の下に別のコイルがあります。ここに電流を流すとレンズが上下左右に動く手ブレ補正の動きとなります。オートフォーカスに関しては0.3ミリメートルぐらいの距離を動かして焦点を合わせています。で OIS はプラスマイナス 0.1 ミリメートル、時間的には100分の1秒とか100分の2秒とか短い時間で合うような動作をさせています。磁力を使うというところで微細な制御をすることが可能になると。高性能な小型カメラの需要はスマートフォンだけでなく今後さまざまな分野でますます高まっていくといいます。これからは自動車とか生産現場とかの自動化に使うカメラとかにも使われていくと思いますので、より使いやすい、カメラモジュール、アクチュエーターの方を開発していきたいと考えています。磁力は今私たちの身近なところで活用され、さらにこれからの社会に向けて触覚を再現するという新たな発展を遂げようとしています。そんな磁力はこれまでも私たちの生活を支えてきた存在でした。日本が高度経済成長を遂げた後の1970年代、磁力を活用した製品、つまり磁気製品が社会に広く普及しました。当時注目を集めていたのはラジオを聞くだけでなくカセットテープの音楽をいつでもどこでも楽しむことができるラジカセです。
に磁力を使って音を記録し、磁力を使ってその音を再生します。ラジカセの後に登場してくるのがパソコンです。初期のパソコンでは磁力でデータを保存するフロッピーディスクが使われていました。ですが時代とともに扱うデータ量が増えたことで姿を消していきます。代わりに登場したのが CD などの光ディスクです。そのデータを読み書きする光ピックアップという装置に磁力が活用されています。光ピックアップには回転しながら振動するディスクとの距離を一定に保つ仕組みが求められます。その位置を調整する仕組みに磁力が使われているのです。現在レゾナントデバイスなど磁力を活用した新技術の開発を進めているこの会社では、当初からこうした磁気製品の研究開発に取り組み、その技術の進化とともに歩んできたといいます。一番最初に手がけたのがモーター。モーターで物を回します。そうするとテープ回ります。でテープが回ると録音再生のヘッド、これも磁気で書いたり書かなかったり読んだりというふうな内容、ずっと一貫した磁気の技術が流れとして製品に変わっていってる、まあ、研究開発とどこからという意味ではもう約60年の歴史があると思っています。そしてこうした技術の積み重ねが新たな技術に生かされているといいます。例えば光ピックアップの技術をもとに開発されたのが、さらに複雑な動きが求められる小型カメラのオートフォーカス機構と OIS 機構でした。また最新の磁気制御技術の開発には、技術力の蓄積に加え別の要素もあったといいます。この会社は2017年にベアリングメーカーであるミネベアと電子機器メーカーである三菱電機が経営統合することで誕生しました。この経営統合も最新技術の開発に大きな効果を生み出したといいます。品質のところばかりを考えてたんですけども、やっぱりそれだけを考えているだけの設計だと実際組み立てると組み立てづらいとか、そういうのが出てきます。今回そのミネベアと、まあ、三菱っていう形で経営統合したときに、製造に対しての力点をしっかり置くようになって、今まで我々だけではやり遂げなかった部分をやはりサポートいただくということでの、まあ、相乗効果ができたと。経営統合することによって、まあ、総合という言葉で、まあ、我々表現しているんですけども、相合わせると、まあ、要はシナジー、ミニベアの製品それから三菱の製品、これを掛け合わせたらまた違った製品ができるよねと。磁気でいうと磁気シミュレーションの技術だとか、まあ磁性材の世界だとか、それぞれ違った武器を持っていたんですけども、それが合わさることによってまたより強いものになっている。さらにこの経営統合は経営判断という面でも大きな武器になっているといいます。経営的には、まあ、資金力とか、まあ、そういった部分でも統合したことのありがたみを感じてるし、あとは、まあ、トップマネジメントの判断力、即判断を下しながら前に進んでいくと。この会社では今最新の磁気制御技術を使いセンサーの性能向上を目指す取り組みが進んでいます。それは LATM と名付けられた磁力を使った駆動機構です。車などの自動運転に欠かせないセンサーと組み合わせることによってセンサーの性能を向上させることができるといいます。
現在自動運転システムが発展してますけれども、距離を測定するためにレーザーを飛ばすんです。そのレーザーを飛ばすためにそのミラーを使用してるんですね。そのミラーを動かすのに私どもの、アクチュエーターを使用することを考えておりますね。開発中のセンサーをよく見るとレーザーを飛ばすための鏡が高速で動いています。この鏡を動かしているのが LATM です。 LATM には永久磁石とそれを囲むようにコイルがあります。コイルに電流を流すと磁力が発生し永久磁石が回転します。コイルに流れる電流の量や方向を変えることで永久磁石の回転を制御しています。この永久磁石の回転を鏡に伝えることでレーザーを飛ばす範囲を自由に制御することができるといいます。では LATM を自動運転のセンサーと組み合わせると何がどのように変わると期待されているのでしょうか。今自動運転で使われているセンサーはモーターを使いレーザーを飛ばすための鏡を回転させています。モーターは一定の速度で回転するためセンサーは車の周囲を順番に測定します。そのため車の進行方向を測定できない瞬間ができてしまいます。一方 LATM は鏡を自由に制御できるためセンサーは車の進行方向を重点的に測定することができるようになります。状況に合わせてセンサーの測定範囲を切り替えることで自動運転の安全性を高めることが期待されています。センシングするところを局所的に絞って集中したところを見たいという使い方や広範囲に広げてセンシングしたいっていうふうにその自由に選択できることが強みかなと思います。またこの LATM をカメラと組み合わせる研究も進んでいます。これによりカメラの撮影範囲を自由に変えることができるようになるといいます。実際に屋外で撮影をしてみました。撮影された画像を見てみると広い範囲を撮影できただけでなく同時に高い解像度を併せ持っていることが分かります。画像認識っていう技術とプラスして使うことができれば自由に角度を振って速度も変えられるっていう特徴を持ってますんで特定の人物や対象物っていうものを追従して撮影するといった機能を取り付けることもできたりすると思ってます。はい、その昔人類は不思議な力、磁力を使って世界の姿を明らかにしました。この力を活用する技術はさらに進歩を遂げ現代社会をより豊かなものにしています。そしてその応用分野は今さらに広がろうとしています。活用についてはまだまだ可能性ポテンシャルというのはたくさん秘めていると思います。今年の4月にアナログ半導体会社のエイブリックという会社ともまた統合しました。でここのアナログメーカーはホール素子という製品を、一つの主力製品として持っているんですけどもということはミニ部屋と三つ身と磁気で、足し算されました。そこにさらにエイブリックのホール素子が足し算されました。これは本当に大きな武器になるし楽しみなことだと思っています。まだまだ未知の可能性を秘めた磁力、今後の研究で
そうした力を生かす新たな技術が生み出されていくでしょう。そして私たちの暮らしをより良いものにするために役立てられていくことでしょう。